していたんでしょうか。そうですね、あの初回に点を取ってもらえたので、大会にどうかするようになりました。ご自身の今日のチームを振り返る中で一番良かったのかというのはどうだったでしょう。セリーグ公式戦で1点取られた後も、まあ、なんとも甲子園球団投手の行動もありました。さらにはその後のピッチャーたちもよくつないでくれました。どういうふうに見ていましたか。また何か残して取られてしまったので、本当に申し訳ないなと思いながら見てました。ただしっかりと勝利をつかんで、これでチームの連敗が4で止まりました。5月に2回戦のスタートになったと思いますか。そうですね、もう自分が投げたゲームを全部勝つので出るので、今日も勝つのがいいですね。さあ、明日、明後日とゲームは続いていきます。今日はスタジアムには多くの子供たちも来ています。最後にメッセージをお願いします。明日も勝てるように頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。今日のゲームは中日ドラゴンズの福谷投手としましたラストピッチングでした。